いつやったか聞かれたことがあった。自分はレギュラーではなく、後輩に天才がいて辛いと思ったことはないですかって。そもそも天才の定義は分からんけど、聞かれとる意味は分かった。アツムたちのような奴について理由なく最初から優秀なんやと思っとる奴がたまにおるけど、 俺が毎日1から10やっとるところ、アツムみたいな連中は1から20やっとんねん。あるいはより効果的な銃、密度の高い銃。ほんでたまに1から10やなくて A から Z やってみたらどんなやろ、おもろいんちゃうかって考えたりするやつらやねん。それで失敗しても、時に他人に嫌われても疎まれても、 俺らやったら大事にする何かをないがしろにしても、やらずにはおれんやつらやねん。喉から血出ても走りたくてしゃあないやつらやねん。万事、世の中かなわんと思う人たちはいっぱいおって、そういう相手をすごいなと思うのが当然や。突っ走れることは才能やと思うし、あいつらをなんて呼んだってええねん。 天才は悪口やないしな。けど、あいつらのことを最初から優秀なんやと思うことは、勝負するまでもなく負けとるっちゅうことやし、失礼やと思うねん。